見通します。忘れるな。我は殿下などに興味はない。だが中国は我のものぞ。よいな。しかと。の敵か味方か。味方だったら容赦はしねえ。よいか大谷、我らの目的はただ一つ。打倒徳川。よし、よし、かかれ。時は戦国。鶴姫は神事を司る者たちに予言の力を持つ巫女姫として大切に育てられていた。その頃天下は豊臣秀吉の死によって再び乱世が訪れていた。四国の美しい海を相手に一切の情報が遮断された社で生きてきた鶴姫は、突如巻き込まれた海戦により外の世界が大変な状況であることを知ったのである。せめて故郷の海を守りたい、そう考えた鶴姫は戦国の世に一歩踏み出す決意をしたのであった。戦の何たるかも、人の悪意も、そして己の持つ先見の目がいかに稀有なものであるかも知らず。私が私の社にこもってるのに大変なことになっているようですね。このままでは私の海が死んでしまいます。姫御前、裏に出ました。南では鬼と雷神とアナグマが争っているようです。まあ、これは聞き捨てなりません。外に出るのは怖いけど、バシッと懲らしめてやりましょう。姫御前、大変です。長宗壁元近からこのような船が。私の海を荒らすあの海賊ですか。何の用でしょう。どれどれ。おい鶴の字、よく聞け。おい鶴の字、よく聞け。この長宗壁元近を海を荒らす海賊扱いしようとはいい度胸だな。あいにくだが、箱で育ったポットでの嬢ちゃんに西の海をかっ歩されて黙っていられるほど、この鬼は甘くはねえんだよ。ここは海に生きる者同士、船で決着をつけようじゃねえか。海賊からの挑戦状なんて受けません。この話お断りします。まだ続きがあります。逃げるってことは自信がねえってことだ。不戦勝で俺の勝ちだな。まあ言いましたね。受けて立ちます。海賊を野放しにしてはおけません。
とそこの海賊さん、よくもあんな文をよこしてくれましたね。この勝負受けて立ちます。逃げずに来るとはいい度胸だな。それじゃ勝負の方法はこれでいこうぜ。なんてことはね、四国を出発し日の本を海沿いにぐるりと一周、先に四国に戻ってきたやつが勝ちだ。どうだい、簡単だろ。わかりました、負けはしません。よし、それじゃ勝負開始です。響け、我らは誇り高き最下数。お前はこの後我らの強さを知るだろう。お覚悟です。はっ、よいしょ、はい、よいしょ、あなたです。いきますよ、突破中です。小鳥は静かに身を隠す。お前はどうだ。至る所に罠があります。こんな時は豆などに支払い。いきますよ、よいしょ、いきますよ。お覚悟です。この火種を放置することは我らのはずだ。惜しいね、お前は最下に来るべきだったな。命がいらないなら触れるといい。お覚悟です。退却だ。だが追撃を許すな。グレーにならないよう、ちゃんと名乗らないと。我ら流の艦隊は気に食わないか。猫背、あいつの名前何でしたっけ。
私、舞手にもなれるかもしれません。行きますよ。武田家氏、それがお前の命の花か。名を世に知らしめろ。桃土瀬なんてひとっ飛び。任せくだされ。泣く、祈る、次なる世代が語り継がれるために。完璧です。自分が彼の名を継承する。いざ続け。妥協はしないと認めよう。良い回答だ。私、武芸は社の皆さんから習いました。激気盛んな客だな。いつものことだな。銃と刃、どちらが上かは分かるだろう。うちの姫御手はな、好き嫌いがないんじゃ。弾が尽きたら引け。それまでは任せた。了解。悪い予感だが、予感は我らを殺さない。お前に我らの名を託そう。それこそが誇り。はっ。ああ、こんなところに隠れてやがった。うわ、用があるなら並んでください。かすり傷だけど、手当ては早めにです。うつつか者ですが、お相手お願いします。これより、お前の命を1割削る。
前の血潮を2割流す。お前は何人目の我らを前に屈する。姫御瀬が幸せであればそれでいいんですよ。見せてくれ我らを動かす金の根を。案ずるな、獣は銃にかないはしない。了解。お前は死を恐れるか。痛みや屈辱を恐れるか。切ってみろ。我らは何も恐れない。我らは誇り高き最下衆。これが我らの生き様だ。どうした姫、騒ぎがここまで届いているぞ。孫一年様、脱いでください。峰で姫元一周だった。何ですか、相変わらずのカラスだ。この地それだけでは何の価値もないぞ。姉様、止めないでください。あの海賊を懲らしめてやるのですから。我らは誰も止めはしない。好きな方法で好きに戦え。そしてできればほどほどにしておけ。数と能率の敗北、認めるわけにはいかない。はいはい、お覚悟です。戦え。お前は我らの恐ろしさを知るだろう。歴史を変えた火薬、その申し子か。名を教えよう。二度と忘れられぬように。どうした。刃の届く距離には近づいたが。孫一年様、今度サザエを取りに行きませんか。そうだな。ちょっと待った。おいさやが、まさかとは思うが、その小娘を味方する気か。そいつは聞き捨てならねえな。なんだ元地か、お前はそんなに我らに応援してほしいのか。なんやんなことは言ってねえよ。でもこれだからこいつはよ。どうした鶴の字、調子のいいことを言っていた割には随分と出遅れてるじゃねえか。違います、こっちは様子を見ているんです。
邪魔します。宵闇の花の方はいらっしゃいませんか。諦めん。まあ超絶北条家栄光門は完成しとるからの落とされはしまい。以前とは比べ物にならん硬さでござる。無礼にならないようちゃんと名乗らないと。何がいけなかったのだ。何が。そんなことをしても超絶門は開かん。私は船を支える怒りなのです。いいか、俺たちは俺たちができることをやろう。散るはものの、逃げるは民草よ。名乗ろうかな。ダメですよ、姫御手の目は悪用させません。己に祝いかけた城下を荒らすなど。大丈夫じゃ、落ち着くんじゃ。まばたきの末世は欲しい。あんた、基地でもすすって強くなったか。どうかそやつを守ってくだされ。城下の蹂躙まかりならぬ。バカ野郎、超絶門を開いてどうする。そう、夢じゃ。これは夢に違いない。世の中には強い人がたくさん。驚きました。うん、見とらん。わしは見とらん、うん、
の相手に腹立つかよ。私、武芸は社の皆さんから習いました。前の誓いを思い出すのだ。お任せくだされ。命令はまだか。主に完璧です。私の、はい、合衆です。天候がネギを背負って現れたわ。おい、戦場にお嬢ちゃんが混じってるぞ。こっちはもうダメです。私、相手にもなれるかもしれません。擦り傷の一つも負わせてみせようぞ。姫御瀬に会うなら私の許可を取りなさい。行きますよ。忍びか、初めて見た。握手しよう。すいませんね、うちの姫御瀬がご迷惑をおかけして。なんて言うんだっけ、こういうの。焦土。あなたは随分空洞ですね。胸の中なの話です。昔と変わっておらんな、その姿。何、子供の頃に見たのじゃよ。占いで。伝説の忍びを見たら死ぬって噂。何をしとるか、のんきに空を見とらんと。完璧です。ふうまめ、あっという間に消えおったわい。
な、消えた。忍びってすごいな。これって負けの足音が近づいてくるわい。何が悪い、何がいけない。わしだってな、一度勝ってみたいんじゃ。小田原の城と北条の栄光よ、もう一度話し合け。了解。おほう、船旅か。若いもんはええの。北条のおじさまも一緒に行きませんか。潮風の中での釣りは最高じゃな。パンパンで日焼けなんてのもかっこいいですよ。わ、どちらが勝とうと海戦に関しては北条のが上じゃろうて。どれ、花丸をつけてあげようかな。どうじゃ最近は。わしは腰が冷えてのいけません。冷えは万病のもとですよ。目の疲れにはこのツボがいいと聞きました。どれどれ。おお、こりゃ聞こわい。お見事、間合いをつかさどっておられますな。若い頃に見た小田原の桜はそりゃもうすごい。私も見たいです。私のさても、加速しろ。仮にも殲滅を逃れた北条、油断はなりません。どうじゃった。故郷を厭う子などおるはずがなかろう。この日のために極上の大頭を用意したんじゃ。が、わしは船酔いするたちじゃったわい。行きますよ。私たちが負けてますね。よし、私の船の皆さん、海賊の暴走船なんて追い抜いてやりましょう。お願い申し上げる。私の船の皆さん、勝負はまだ前半です。気合い入れていきましょう。気合いじゃな。なかなかやるじゃねえか、鶴たち。だがこの俺を出し抜くなんざできっこねえってことよ。おい、やるぞ。いいとこ見せろよ。やってやるぜ、兄貴。何かこう
船に乗ると血がたぎってきませんか？たぎるわい。まあいいさ、玉のうさばらしだ。政宗様、戯れはご自重なされよ。この陣には馬屋がありますな。よし、どこまでも食らいついてみせな。Can't take it。 いい暇つぶしにはなりそうだね。政宗様、どんな相手にも油断はなりませぬ。どんな難題だって負けません。たまには本気を出すのも悪くはねえ。やろうとも考えたが、これは俺の目ではねえ。ならばこの小十郎、あの日の誓いをてめえの右目に刻み込むのみ。タイムアウト。ダメでした。お外は世知辛いです。マサネ様、本陣にて朗報をお待ちあれ。あなたは
何があっても生きようとしているんです。小娘、ここに何をしに来た。名を名乗れ。私は鶴姫と申します。あの子と時の先を計るものです。なんと、あの渡つみの巫女が。カンナギ殿、何故とれを。それについては話すと長くなるのです。人、あいつやべえ匂いがします。完璧です。東に加速し、明け方の月。己を守れねえ奴が俺の身を守れるか。ならばそれを証明してご覧に入れる。させてはなりません。やっほー、この陣は俺たちのもんだぜ。ここ終着隊なんて誰にも言わせねえ。人を抑えりゃ欧州は盛り返せる。こうなりゃ前髪決めて挑みかかるぜ。河野の浜辺で貝殻拾い楽しいですよ。小十郎様、俺らが道開きます。おい小十郎、そのお嬢さんを海岸線まで送ってやんね。正宗様、笑い事ではありません。やはり笑い事で結構です。怖くないです。震えてなんかいられません。一筋縄とは思っちゃう。胃の中の竜とでも思ったか。俺を壊そうとは。あんたも目が効いてるな。この心臓を狙うんなら今のうちだ。出なけりゃ You're gonna be sorry, OK? おい小娘、フグで勝負と言ったな。まさか再会の鬼とか。ずいぶんとのんびり走ってきたな小十郎。これでも最速を保ってまいりました。はい、そうです。ご存知ですか。まあね、よく知ってるぜ。どんな勝負も楽しもうって腹か。あの男らしいと言ったらそれまでだが。傷を負う、その理由を聞きましょう。こいつが俺の受けるべき痛みだからだ。示してみせろ。立ちふさがるあんたは何者だ。二度と消えねえぜ。これにてリミット。さあどうする。ここで引き返したのがあの時の俺だ。
次はぜひ遠慮のねえ時に会いたいもんだ。大会の鬼に伝えてくれ。あんたとは別の戦場で会う予定だとね。私たちが負けてますね。よし、私の船の皆さん、海賊の暴走船なんて追い抜いてやりましょう。you